本田健の人生相談リア健まず熊本県のコッティさん健さんまどかさん今年もよろしくお願いしますはいよろしくお願いします私はいつも年始にいろんな目標を立てるのですがその時は絶対叶えようと思っても2月を過ぎた頃にはその目標を見ても無理だよなぁと諦めている自分がいます 目標を立てるときに大切なことがあれば教えてくださいっていうことなんですが、これ聞きたいですね。はい、本当に。に <laughs> そうですよね。ね<え>あの。目標をね、やっぱり立てて、そのうまくいかない時っていうのは、どっかでやっぱり無理があるんですよね。はい、だから、本当にやりたいことを目標にしなければ、<ー>やっぱ難しいと思います。はい、例えば、その運動なんか全然したくないのに、毎日10キロ走るって言っても、はい、やっぱり続きませんよね。ね<え>だから、一番やりたいことを。を 目標にするのが、まず一つのコツじゃないかなと思います。あ,あ、そうですね。あまり現実離れしちゃうとね。どうしもねそうなんです。だから、あの、どうせ叶わない目標を立てたって、セルフイメージが下がるだけですから。はいはい、これならできるっていうのを目標にしたら、どうでしょうか?あうか。あ、そうですね。はい。で、それで地道にこう上げていくと。 そうです,いいですそうですだから例えば、えー、マラソンするのがしんどかったらとにかく毎朝県庁、えー、一周でもいいから散歩するとかっていうんだといけ、えーえー、てる感じがするんじゃないでしょうかはいわ、はい、かりました熊本県のコッティさんありがとうございますはいありがとうございましたさあ沖縄県の真由美さんです県こんにちははいこんにちはえ私は10年以上美容院で働いてきましたはい 今では私を指名してくれるお客さんも増え、大変嬉しいのですが、仕事へのモチベーションが上がらず悩んでいます。若い頃は失敗ばかりだけどやる気の塊で楽しかったです。ケンは仕事にマンネリは感じませんか？何か工夫されているのでしょうか？はい、そういうことなんですよね。はい、なんかケンはとて呼び捨されるのもなんか妙に何か嬉しかったりしますけど、<laughs> 自分の場合は自分が一番ワクワクすることができるように仕掛けを作っているんですね。 えー、例えば作家だけやってたらすごくもうすぐ飽きちゃうと思いますし1,000人1,500人の講演会だけでもつまらないし、はい、その200人300人のセミナーもつまらないし、はい、まあ八ヶ岳では60人ぐらいで深いことを扱うセミナーやってるんですけど、まあ、それはそれだけでもつまらない。はい、でもそれがこうコンンビネーションになってくると なんかこう目先が変わって、どれも楽しめるようになるんですよね。はいはい、だから、そのセミナーでこういろいろ受けたインスピレーションを本に書き、はあ、本を読んでよかったって人が講演会に来てくださって。はあ、でそうして、その人たちのやり取りで、またエネルギーをもらい、はあ、また本にあのフィードバックしていくっていう。はあ、まあそういう形で、そのエネルギーが途切れないように作ってます。いい,いい循環ですね。それは、ね。そうですね。まあ、自分の場合はですけどね。ええ 健さんがそういういい循環になる前の段階だとどうでしたか、はい、だと例えば会計だけあって飽きるみたいなだから多分この方の病院病<ー>室だけで飽きちゃってると思うんですけど、はい、やり方を変えてみるとかなんかその自分が飽きない仕組みを作っていくってことですまあ飽きないってまさしく商売ってことですけど、はい、どうやったら飽きないのか飽きないで続けていけることをやるそ,そしてそういう形でやる。 はい、そういう仕組みを作るっていうのが一番大事なんじゃないかと思います。あじゃあなんか成功している人ってこうトントンとそこまでいってるのかなって思っちゃいますけれど、やっぱり工夫がそれなりにあるっていうことです、ね。そうなんですね。一番の工夫は自分がずっとワクワクできるような仕組みを作ることですよね。まあそして社長の仕事はそうやって従業員の人たちが自分がワクワクする仕組みを作ってあげればいいんですけどね。はい,はい沖縄県のまゆみさん質問ありがとうございました。はいありがとうございました。<music>